のタグマッチ、池田大輔、村上和成組対石川祐希、モハメドアリのバチバチタッグをお届けします。どうですか、アレク選手、はい、もちろん攻めたとか見てないですよね。見てないですね。さあ村上初登場ですかね。村上和成ね、はい、さあ村上とよね、いきなり絡みます、はい、いやこれだけうちの会場に来てね、うん、違和感ないのは村上ぐらいですね。というか、はい、もう彼がバトラーズを盛り上げてますよ、うーん今のバトラーズいいよね、はい、うん、いいでまたこの明るいしね、はい、暗いところないし巡業にも順応するし、順応しすぎるというね噂もありますけど、それもありますけどね、で明る、はい、持ち前のやっぱ明るさありますよね、はい、最初はどうかなっていうのもあったんだけどね、はい、さあまず仕掛けていったのはモハメドね、今ちょっと急所を抑えてインローっぽかったですね、ちょっと微妙ですね、はい、はい、ただやっぱりですね、最初はですね池田大輔モハメドめぐみにしようかなと思ってですね、うん、で社長と組まして闘魂連勝コンビにしようと思ったんですけど、はいはいはい、社長が嫌だと、村上と戦いたい、できれば今回シングルにしてくれって言ったんですけど、はい、いやでもこの間ヨネとやったばっかりなんでやっぱりシングルはちょっと村上選手もきついだろうね、ということでね、はい、なぜか村上と戦いたがってる石川祐希、うん、言ってましたよ、はい、いい、はい、なぜそんな戦いがってるのかちょっと本人にもうちょっと詳しく聞きたいんですけどね、うん、その明るい部分を自分にも吸収する部分が欲しいんじゃないですかね。あとはもうモテるのがちょっと許せないのかもしれないですね、逆に言うと、はい、村上選手モテますからね、いい男、モテモテですよ、うん、はい、アセンダーとからねプライドの時も成功のついてくれて、堀さんね、はい、結構心強いんじゃないですか、場の雰囲気も明るくなるし、もう、はい、AM ですよ、AM というね、はい、頼まれますからね。さあ下からまず中所取っていったらモハメドね、ヨネの関節も久々見ましたね、そうですね、はい、はい、そして9-1と言ってたあれにはタッチして出てきたのは石川祐希、今回ちょっと巡業ですね、はい、京都四日市2連戦あったじゃないですか、ええ、京都はね僕とゴリさん行けなかったんですけど、はい、でも結構地方で社長人気が高まってるとですね、はい、なんかこうこの間も四日市で結構声援多かったじゃないですか、びっくりしましたね、分かんないです、いや本当ね、はい、君はまあこうやってこう声援あるのはね田中とかやっぱこうメジャーリーガーに出てるから分かる、社長全然メジャーリーグに出てないですからね、どこにも、いやまあ純粋バイオですからね、出ると切られるし、そこから行くとなんかその人気がだだ出てくれてるっていうところが不思議な魅力ですね。こういう動きしてますよ、うん、僕もちょっとですね、はい、社長人気にはビビりました、もう社長どこでどう人気を作ってるのか、いやでも男ばっかですけどね、もちろんしかーっていう声援大きいですからね、やっぱだんだんやっぱり社長が発してる言葉が、はい、みんながだんだんプロレスというものの情熱に、はいはい、失いかけたものにまたちょっとね火をつけてるんじゃないかなって気もしますけどね、社長の情熱はしつこいですからね、しつこいですよ、消えかかってる人にガソリンぶっかけてるようなものですからね。さあ村上の左のキック、ミドル、これちょっと単調ですよね、左で左しかないのがちょっともったいない、ね、しかし今の投げは一級品ですね、はい、さすが拓殖大学、この時の表情がいいですね、おこれはあの今の V1 ですね、うん、そう、はい、関節も仕掛けてきますよ、円も、さあ下から三角に入っていった、足も長いし手も長い、はい、マスクも良けりゃね、試合度胸もある、はい、すごいやつが来てますよね、バトラーズに、はい、素晴らしい、うん、これがバトラーズの洗礼だ、生ヘッドバット、ね、改造どうですか、初対面、僕はヘッドバットは別に、君は頭が一番硬いんじゃないですか、あそこも行けますよ、あそこも硬い、はい、社長よりは、いや分かんないです、で、はい、見せ合いしたことはないないです、頭も硬いです、これ攻撃するときに、はい、ちょっとたまに地方を見るじゃないですか、はい、こうしてやるというあれがなんか村上のなんかちょっと真骨頂とかあるんですよね、うん、そしてもう一回タッチし直した、
この試合をですね、はい、いつも観戦できないビル山口、はい、うちのグッズ売りのリングスタッフなんですけど、でシープロに1ページだったんですよ、この記事が、はいはい、なんで1ページなんですかとか言ってました、ね、あ多分声援を聞いた限りでは、うん、でずっと見てたんですよ、あ本当ですか、いや面白かったって言ってて、5分経過、なんかやっぱりこういう試合を見た人が得する試合ですよね、はい、そうですね、うん、はい、バトラーズの後楽園ホールは外しがないというね、そうですね、だからもうみんな来年の1月30日プレミアムマッチはもうチケット買わなきゃダメでしょう、やっぱりなんだろうな、どうして減ってきてるのかをちょっと考えないとダメですね、まあ減ってきてるというかちょっとチケットの売り方も悪いっていうのもあるんですよね、まあ、減ってるというか、まあ実はそんな減ってないんですよ、ちょっとやっぱり西と東にみんな行っちゃうというですね、はい、あどうしてもそっちの方が欲しがるんですね、はい、やっぱ間近で見たいっていうのがあるんで、はい、そっちになってしまうという現象なだけなんですけどね、はい、でもここから行くと、まあ、お正面からキック、池田もね全日本から帰ってきたばっかりですからね、はい、余力があります、そしてローリングサバット、村上ばっかり目立ってたらね、タッグじゃないですからね、さあ4連タッチ、1月30日はバトラー初の日曜日決戦ですからね、そうですね、はい、いやが王でも盛り上がりますよ、超満員札止めと行きたいところですね、ね、もちろんです、じゃあゴリさんにとりあえず200枚渡しておくんで乗るまで、はい、200枚でいいんですか、じゃあ500枚、あーノープロブレマ、さすがし、そしてまたね、はい、来年の展望もねちょこちょこと聞きながらあれしたいと思うんですけど、はい、まあ、とりあえずこう間近に迫った、はい、ね、試合なんかありますか、え間近に迫った試合、まあ、1月30日こいつとやりたいとかですね、はい、はい、どうですかね、まあ、特別まだタッグバトルも途中ですからね、そうですね、はい、どうですかパートナーのアンディ・アンダソン、君がプエルトリコで発掘してきたアンディ、やっぱりレスリング、はい、この基本的なレスリングは本当に熟知してるなと、ちょっと小耳に挟んですけど、はい、小川さんが持ってる NWA のベルトじゃないですか、はい、あのジュニアヘビーを車に巻いてたらしいんですよ、あ本当ですか、でも3日で取られたらしいですけど、はい、でも NWA ジュニアヘビー級チャンピオンになったって、あそうですね、わジャマスプレックス、ここから行くとね、はい、アンディも来年はちょっとバトラーの色に、はい、うん、そして今回来日できなかったけどラスターメインもいますからね、ラスターマンも呼びたいですね、ラスターマンちょっと後楽園初登場させてみたいですね、はい、ラスターマン対アレクのね、本当ならタッグで組みたかったんですけどね、本当はねアレクとのラスターマンのコンビにしようと思ったんですけどね、はい、ラスターマンもね黒い大塚って言われてますからね、で君は白いラスターマンって言われてますからね、はい、どっちが本当のラスターマン対決なるか、はい、そういうのどうですか、ラスターマン対決ですか、ね、黒いラスターマンと白いラスターマン、それも面白いかもしれないですね、そういうのも来年のちょっと展望にしたいと思いますけどね、はい、そして夢の大仁田戦に向けてぜひ引退前にやりたいですね、はい、はい、そしてジャドのエキスをいっぱいもらって、まあ、21世紀のエキスをもらうというか奪い取るというか、うん、奪い取ってこう21世紀のカリスマにならなきゃダメでしょう、この間プライドの声援をね、はい、限り、はい、すごい声援でしたもんね、ありがたいですね、地方に出ればもう女は群がるし、まあ、全然話試合と違う方に行ってます、いやいやもう大塚選手の展望もたまにはね、はい、ファンも来たかったですから、もう確かに本当にねそうやってもういろんなファンの人から期待を求められるレスラーになっていきたいですね、はい、本当に、はい、まあ、ドリームステージをこの WWF 呼んでくるっていうのはありますからね、はい、そこから行くとそういうねこの主要外国人選手ともやりたいんじゃないですか、はい、もちろんですね、はい、来年はそういう大物外国人との試合をちょっと組んでみたいとか したいですね、せっかくでしたら、ね、はい、それもあるし、やっぱり去年一昨年からも言ってたね、海外でアメリカね、はい、大きいところでって言ってた部分で、WWF との提携っていうのはすごく僕にとっては魅力のある話ですよ、はい、うん、はい、
まあ、俺も影のプロデューサーと一部で言われてますけど、はい、ただの駒使いなんですけどね、写真撮ってるだけでしたね。はい、さあ逆に池田が今見せたインディアンデスロック、顎伸ばしてますよ、顎出してます顎、はいはい、ここで社長のジェラシーですよね、やらす前に入っちゃうというね、つい1回ぐらいね、池田インディアンデスロックやらしやってるね、結構、ね、ジェラシーってことですね、はい、社長そういうのはちょっとうるさいですもんね。いやでも僕お祭りの時本人にかけましたから、ね、おお、いいことですよ、はい、本人にはそれでやった方がいいですよ、でも逆にやり返しましたから。村上選手の方が若干身長高いですかね、4年よりは高いですね、3センチぐらいくらいですかね、2センチ、はい、でもこの2人なんか本当いいライバル関係ですね、そして来年永井がね、はい、参戦してくるというね、長野大会も出ていただきましたね、長野といえば金大の故郷、はい、ね、本人もねすごくやる気もありますし、はい、ね、本当にもう努力家ですよね、はい、でこれ村上いて長井もいて今君がいて池田いて社長いて米いてっていうね、ラスタマンいてヘビー級路線も充実してきましたね、はい、それが誰が一本抜き出てくるのか、まずラリアット一発よね、うおー、カウンターの払い腰から十字固め、村上和成、場所が悪いな、バックドロップ、社長を追い出す池田大輔、去年もやっぱり女性のファンが多くなってきましたね、多くなってきたというか多いですね、いや 1,2,3 位に入ってますね、上位に入ってますね、はい、上位に池田よね、田中ですか、そしてモッチーと、ちょっと順位こうつけがたいね、そこら辺がみんな同じぐらいですよね、はい、どっこいどっこいで男人気アレック社長、どっこいどっこい、意地が高い、意地方、うん、どっこいどっこいって感じですね、そうですね、いやでも最近僕も土地の方面忘れられてきて、忘れられましたね、ちょっと盛り返したいところですね、うちのホームページ見るとね、はい、写真を定期に入れてますという男性のメッセージありましたね、いやあれ女性です、本当ですか、いや男性かもしれないですね、ね、さあ次直落かぶれました、こっからのスリープホールド、これカッター入らないとまずいでしょう、あー社長カッター入った、ちょっとね青コーナー寄りでしたね、バイオネに焦点を絞ったか池田チーム、で村上も難なくね各マッチこなせるようになりましたね、右左、先ほど右がないですね、やっぱり、蹴りの左のハイパンチは右も左もあるんですよ、さあダウン中にもかかわらず止めていくチーム、赤レガース、村上が投げますか、なんだこれ、お一回転してる飛びつき十字、また場所が悪い、あやっぱり体がでかいからくるっといっちゃうんでしょうね、顔を蹴られ込みは脇腹でしたね、はい、しかしこのスタミナがね、はい、もう村上選手持たないかと思いつつ、結構本当頑張ってますよね、結構タクマッチの方がスタミナ食ったりしませんか、あ思わぬところで帰ってきたりします、あなるほどね、ジャンピングに、さあ米が池田の首をかっ切るか、おなんと米に筋肉バスターか、あーやられた、まさか自分の技をやられるとは、モハメドね、カットに入る石川、いや今日はちょっとやっぱりこう米が追い込まれてますね、はい、
右のパンチでいく、タッチできるか、やっとタッチ、ボディスラム、さあ石川を見せる、これ胴向きでしたね、いやー、そしてマンジがダメ、15分経過、早いカップ村上、少しずつ猪木サポーがでもだんだんなんかオリジナルになってきましたね、今でも本当にこういう技使う人いないですからね、逆に言うと、ね、さあコブラに行くか、場外に2人落ちた、おかけください、おー、鉄柱にぶつけた石川祐希、後ろからラリアット、前から鉄柱って感じですね、うん、そして正面に向いてもいかないなと、リングに戻した、さあ石川を仕留めるか、池田、そして村上タッチ、おお、連打連打連打、すごい、やばい、おっ、おっ、それを返してる、膝十字、蹴られても蹴られてもよく見てますからね、うん、しつこい B 型ですよね、ストーカー大塚と同じぐらいしつこさありますよね、僕もしつこいですよ、はい、B 型みんなしつこいですからね、まあ社長と僕が、似たり寄ったりってのしつこさ、はい、女性にもじゃしつこいんですか、そんなことなんですね、村上に見せるか、先ほど自分がかけられた筋肉マスターを落とした、決まった、筋肉マスター、ダウン、池田が勝手に入った、右のハイ、これダウンカウントは数えないんですか、いやもうタッと入りましたからね、今、そして池田が入ってきた、稲妻レクラリアゾー、意識朦朧の村上、右のレアゾー、大ちゃんボンバー2発目、それでも立ってくる石川、左のハイ、当てれるか、何とももう意識朦朧ですね、それでも立ってきた、ドリンクサバット、さあ最近得意のデスパレーか、胸が入ってきた、おっと今急所気味だな、お、社長得意の回転膝十字、エームが入ってきた、やだ、パリキック2発3発やだ、肩口に円錐、円錐、そして十字固め、おー、そして木村ロックタップアウト、石川が勝利の雄たけびを上げた、最後は流れるような感じでしたね、はい、よくスパーリングでもね、ああいうしつこいやつ見せますからね、社長ね、得意です、得意です、はい、はい、あ、しか
し、最初の最後のね、はい、ナシャーがね、はい、来たって感じしましたね。勝利の雄たけびを出した。珍しいですよね、試合終わったすぐにあんだけ会心のポーズされた。よっぽど嬉しかったんじゃないですか。はい、勝利を得た。しかしこの4人、誰が誰かってもおかしくない状況でした。いや、村上も良かったし、夜も良かったし、はい、だから本当にタッグバチバチ、結構いい試合でしたね。はい、うーん、でもキーは村上が握ってますね。はい、村上が来てますよ。来年もね、ちょっとバンバン上げたいですね。はい、はい、うちの大会に村上の手を挙げる石川。見つめ合う2人。お、ガッチリ握手を交わします。村上とモハメドレ、次回のシングルあるのか。バトラーズのタッグマッチを